ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は忙しいぞ。何かこの後、約束があるのか？急いでいるのには訳がある。ゆっくり第二次世界大戦新シリーズ第2弾が、10分でわかる〇〇シリーズだからだ。10分。そうだ、10分しかない。なんだせっかくいろいろと話をしたいことあったのに。今日に限ってなんだ？どうしても伝えたいことがあって。なんだ？最近、こんなことがあったんだ。スタバに行った時、グランデと言おうと思ったところ、その時、アリアナグランデ聞いてたから、思わずアリアナって言っちゃって。あれ、霊夢、1.5 倍速とかで聞き流してない？今回は10分しかない。タイパ重視だ。もう40秒経っている。急げー。ということで、ゆっくりしていってね。10分でわかるシリーズ。今回、紹介するのは沖縄戦だ。沖縄戦。この悲劇の戦いを一人でも多くの人に少しでも知ってほしいから、事実だけ10分で説明するぞ。より詳しくはそれぞれ深く調べてほしい。おう。第一章沖縄戦の概要。沖縄戦は第二次大戦末期、沖縄本島及びその周辺で行われた日米の激戦のこと。昭和20年1945年4月の米軍上陸から約3ヶ月にわたる軍民混在の激しい地上戦により、県民約10万人が犠牲となった。日米最後の戦闘、沖縄決戦と称される時もある。第二章戦闘前夜、戦局も押し詰まった1944年昭和19年3月、本土決戦の防備ラインとして、南西諸島を守備すべく牛島満司令官率いる第32軍が編成された。沖縄移中後、軍は航空基地の設定と全島要塞化を目指して、県民団上徴用し特艦工事を敢行する。しかし、1944年10月10日、霊的決戦を目前にした。米軍の南西諸島全域に対する大空襲により守備軍の施設、戦力は甚大な被害を受け、また、那覇市がほぼ全焼するなど県民生活も大きな打撃を被った。しかも第32軍の主力部隊がフィリピン作戦に抽出されたため、軍首脳は現地徴兵、防衛召集などを通じて県民の中から即席の兵力を補充。作戦も戦略自給作戦に変更せざるを得なくなった。沖縄戦開戦時の守備軍は約10万と言われるが、その約3分の1は先の補充兵力に過ぎず、兵器、弾薬とも劣弱であった。これに対して米軍は、陸上攻略部隊17万3千、後方支援部隊を合わせると実に44万にも及び、兵器、弾薬の面でも圧倒的に優勢であった。劣弱な10万人と40万人。厳しい戦いだな。戦場下必死の情勢下で九州や台湾など県外へ約10万人が疎開したが、海上の危険と潜伏の不足で初期の目標を達成できず、大半の県民はやがて戦場となる県内に留まった。疎開すらできないとは苦しいな。疎開者の中には、1944年8月22日約800名の児童を乗せた船が、米潜水艦によって撃沈された対馬丸遭難事件のような悲劇に遭遇した人も多い。そんな悲劇があったのか。第三章戦闘経過、硫黄島陥落後、米軍は直ちに沖縄攻略作戦、アメリカ作戦名氷山を意味するアイスバーグ作戦に着手、沖縄上陸作戦を開始、太平洋艦隊司令官に3つ元帥配下のバックナー中将が率いる、第10軍を主力とするアメリカ軍は1945年3月23日から、約1500隻の艦船と延べ54万8000人の兵員で、沖縄本島中南部や慶良間諸島に艦砲射撃を行った。そして、3月26日に慶良間に、4月1日には沖縄本島中部嘉手納海岸に上陸する。26日慶良間列島に上陸して道東を確保した米軍は、4月1日、いよいよ沖縄本島中部西海岸に上陸作戦を開始した。いよいよ上陸。日本軍は主力を首里を中心とする浦添高地一帯に配置していたため、米軍は抵抗らしい抵抗も受けずに上陸を完了して沖縄本島の南北分断に成功。北部及び隔離島制圧のための作戦を展開する一方、主力は南進して7日頃から日本軍主力に総攻撃を開始した。総攻撃。首里の北方浦添高地で展開された両軍の死闘は40日余りに及び、両軍とも大きな損害を被った。特に日本軍は主力部隊をこの戦闘で失ったため、5月22日、拠点であった首里を放棄し残存兵力約4万、一説では3万をもって南部の島尻に撤退し、ゲリラ戦的抵抗を含む抗戦を続行することとした。ゲリラ的抵抗。狭い南部には戦火に追われた推定10万人以上の一般県民も避難したため、
軍民混在のパニック状態に陥り、そこに米軍の激しい攻撃が加えられたため過酷な状況が展開した。日本軍による豪を追い出し、住民を亡き者にしたり、食料強奪が発生。住民は、米軍は愚か日本軍の暴落行為にまで恐れおののく事態となったという。地獄だな。そんな中、南部にかろうじて設定された八重瀬岳一帯の日本軍防衛線も、6月18日頃には米軍に突破されてしまい、牛島司令官は最後の命令を発する。最後まで関東市悠久の大義に行くべし。そして、牛島司令官は23日未明、摩文仁の軍司令部壕において自決する。ここに日本軍による組織的抵抗は最終的に終了したが、米軍は引き続き掃討戦を展開。6月末までに約9000人の日本兵が犠牲となり、8万人ほどの一般婦女子が収容されたという。また、姫百合部隊をはじめとする学徒隊や、現地王将の防衛隊の多くも南端の洞窟や海岸で悲惨な最後を遂げた。悲しすぎるぞ。米軍が沖縄攻略作戦の終了を宣言したのは7月2日のことであった。最終章沖縄戦の悲劇。沖縄戦は国体護持のステージ作戦でしかなかったと言われている。小磯国昭鈴木貫太郎両内閣は敗戦を必死と見て、すでには平行策に踏み切っていたし、その有利な条件づくりの一つの都が沖縄戦であった。3ヶ月余りの戦闘で県出身者を除く日本軍将兵6万5908人。米軍将兵1万2281人、県出身軍人軍属2万8228人の戦死者が出た。また、県援護課資料によると推定で一般県民9万4000人が犠牲となったとされている。県民の中には集団自決や日本軍により亡き者にされた例、軍命により強制移住させられマラリアにかかり亡くなった例、あるいは一家全滅した例など様々な事例があり、実数は今日に至るまで判明していない。第32軍は住民の戦争協力を調達するため意識的に、相互監視のために住民同士がスパイ視する状況を利用した。激戦地区で発生した集団自決は敵に投降し捕虜になることで、スパイ視されることを恐れたからであり、アメリカ軍の保護を受けた住民がスパイと誤認され、日本兵に襲撃された事件もあった。県民の皆さんは日本兵とも戦っていたとも言えるんだな。沖縄戦の特徴の一つとして、戦闘員よりも一般住民の戦死者が多いという事実がある。本土侵攻をスムーズに運ぶため物量を投入して一気に沖縄を制圧しようとする米軍と、本土侵攻を一日でも長引かせるため玉砕覚悟の作戦を前提に総力戦を展開する日本軍とが、県民をも巻き込む形で戦闘を行った結果だと考えられる。沖縄の各地には今なお未収集の戦死者の遺骨が数多く存在すると言われている。また、人命ばかりでなく、21件も存在した国宝文化財をはじめとする、多くの文化遺産がことごとく破壊された。かけがえのないものが失われたんだな。戦争で肉親を失ったもの、傷ついたものなど現在の沖縄県民のすべてが何らかの形で、被害者、遺族だと言われている。研究者の間では、沖縄戦は近代沖縄の結論であると同時に、戦後沖縄の原点、起点と規定されるという意見もある。毎年6月23日は慰霊の日として沖縄県では公休日であり、県主催の合同追悼式をはじめ各種の集会が開催。50回目にあたる1995年平成7年の慰霊の日。糸満市の平和記念公園内に建設された記念碑平和の礎の除幕式が行われた。平和の礎は沖縄戦で戦死した全犠牲者の氏名が刻まれている。激戦地となった南部の摩文仁一帯は沖縄戦跡国定公園に指定され、各種の慰霊塔が建立されており、また、沖縄戦当時そのままの様子を伝える洞窟などが今なお各所に存在している。沖縄戦は、戦後沖縄の原点でもあるんだな。沖縄戦は日米最後の戦闘とも言われ、日本国内唯一の地上戦闘でもあった。日本は8月14日にポツダム宣言を受諾して降伏した。その夜には、祝砲としてアメリカ軍のありとあらゆる火器が夜空へ一斉に打ち上げられ、沖縄の夜空はあたかも数千発の花火が一斉に炸裂したかのような悲しき彩りであったという。ウプ主は歴史が趣味というだけなので、異論、反論や間違っている点も多々あるはずだ。それはコメント欄で教えてもらえると嬉しいな。頑張っても至らないところあるはずだからな。これからも勉強していくぞ。歴史を知ることは、今を知ることだ。と、信じているからな。まだまだ未熟ですけど、最新情報をお届けしたいのでチャンネル登録。
どうぞよろしくお願いします。